ツンツン頭たちが魔人ブーに戦いを挑んだみたいだな。戦いが始まるぞ。悟空とベジータの戦いによってついに目覚めてしまった魔人ブー。次々とやられていく戦士たちの中、ベジータは初めて自分以外のもののために戦いを挑むのである。俺一人地獄にはいかん。貴様らみんな道連れにしてやる。うん、怒っちゃった。もう殺しちゃおう。いいだろう、やっちゃえ。あいつはやたら逆らうし、もう用もない。ベジータめちゃくちゃ強いぞ。どうした？何をしているんだ、魔人ブー。ちょっと痛かったぞ。強い上に不死身じゃ話にもならねえ。クソったれ。しぶといやつだ。まだ生きてるなんてさ、僕に逆らわなければいいくらいになったのに欲しいな。初めて自分以外のものをために戦おうとしているんだ。
どうした？何をして？貴様を倒すには二度と修復できないように粉々に吹っ飛ばすことだ。守るものがあるということが、ここまで強さを引き出すとは。カカロット、貴様の強さが少しだけ分かったぜ。